これからの奥州市は産業祭りや収穫祭など6つの秋のイベントが開催されます。これらを一気にドドーンと紹介。奥州市水沢産業祭りでは物産販売のほか大餅巻き大会など楽しいイベントがいっぱいです。19日は奥州水沢グルメ祭りも開催されます。日本一のジャンボ鉄鍋で作る芋の子汁をぜひご賞味ください。同じ期間中、 JA 岩手ふるさとの JA 祭り大収穫祭2014が産直ライムくんで開催されます。大抽選会などイベント満載です。産業祭りと芸術祭が一緒になった祭りで、前沢区の農産物や特産品の販売のほか、姉妹都市厚真町の物産展、団体や個人の作品展示、音楽祭、お茶会などが催されます。伊佐市産業祭りは物産品展示即売、農産物即売、芸能祭り、三輪車レース、縄跳び大会など盛りだくさんです。また衣川まるごと市場は衣川の三支港開発前で開催。採れたての秋の味覚や特産品、ホットな大抽選会や歌と踊りのステージショー、ダイビング大会などイベント目白押しです。11月1日は伊沢商工秋祭り。見て楽しい、買って楽しい、食べて美味しいイベント盛りだくさん。山田町産ホタテがもらえるスタンプラリーや大餅巻き大会もあります。奥州市のいろいろな実りを見に、体験しに、味わいに行ってみては。